Pues concuerdo.声かわいいな、おい。お願い、電話を切らないで、話を聞いて。電話を切って話を聞かないで。違う。信じてくれるの。ありがとう。ちょっと、私も何が何だかわからなくて、混乱してるから、うまく伝えられるかわからないけど、説明してみるね。頑張って。私の名前は東崎里乃。音羽山高校に通ってる高校2年生なんだけど、学校の帰り道でいきなり襲われて、気がついたら知らない部屋に監禁されてたの。里乃ちゃん、なんかかわいそう。それで監禁されてる部屋の机の上には紙と携帯電話が置いてあった。紙と携帯電話か。紙にはね、ルールが書いてあったの。そのルールを読み上げるね。ルールその1、お前はこの建物から脱出しろ。一発目からお前って言うん、かわいそう。ルールその2、お前の所持品は全て預かったわ。代わりにこちらで用意した携帯電話1台を与えられる。もう、なんだろう。なんだろう。なんだっけ。見張りがやべえ。ルールその3、携帯電話で使用できる機能は音声通話だけ。ビデオ使わせてくれないんや、かわいそう。ルールその4、電話をかけることができるのは一度だけ。その電話が切れたとき、お前を殺す。ひどくね？ひどくね？ひどくね？ルールその後、電話できる相手は、お前のことを知らない個人だけ。親族や知人、警察等の団体に電話をかけた場合、お前を殺す。ひどくね？ルールその6、電話をかけた相手が第三者にこのことを知らせた場合、お前を殺す。言えねえじゃん、何にも。ルールその7、電話をかけた相手はお前の声を聞いて判断し手助けをする。これが紙に書かれたルール。ちゃんとしっかりしてるな、ルールが。だから、適当な電話番号に電話をかけたの。そしたら、あなたに繋がった。適当って、本当に適当すぎるやん。お願い、いきなりこんな電話がかかってきたら、おかしいと思うだろうけど、本当だもん、助けて。普通はおかしいよ。普通は出ねえよ。一旦さ、断ってみよう。そんなこと言わないで。お願い、あなたしかいないの。わかった、落ち着こう。わかった、ありがとう。終わりっすか。あ、ごめん、結構時間。落ち着いてきた。ごめんね、ありがとう。結構時間経ったな。泣いててもじっとしててもダメなんだよね。なんとかしなきゃ。ごめん、15分か。紙にはこの建物から脱出しろってルールが書いてあった。これって出口はあるってことだよね。無事に脱出できる可能性はあるってこと。あんのかな。私諦めない。絶対にここから脱出してみせる。
ごめん、これ無限ループかけですか。まずはこの部屋から出ないと。あ、もうしょうがねえな、めんどくさい。本当？ありがとう。じゃあ今の状況を説明してみるから、あなたが気になることとか分かったことがあったら教えてくれる？あ、メモじゃなくていいんだね。うん、よかった。ステージ1、小部屋。それじゃあ状況説明するね。あんまり人に説明するのとか得意じゃないんだけど、今私は小さな部屋の中にいるの。ヒロシさんは、なんて言えばいいんだろう、とにかく小さな部屋なんだけど、それで目の前に扉があるんだけど開かないの。あとは反対側にも扉があるけどこっちも開かない。あとは机があって、さっきのルールの紙が置いてあるよ。以上こんな感じなんだけど。Yeah.
しないよ。あとは机があって、さっきのルールの紙が置いてあるよ。さっき言ったルールが書いてある紙だよ。別に変なところは何も。あ、裏に何か書いてある。何第1回オリンピックだって。何これ。よかった、クリアした、イエーイ。次へ。じゃあ扉を開けてみるね。どうかあった。廊下が右と左に続いてる。とりあえず右へ進んでみるね。暗くてやだな。ここ病院みたい。廃病院かな。うわ、廃病院は怖い。あれ怖い。病室がいっぱい並んでて、でも人のいる気配がないし、ゴミとか落ちてて荒れてるんだよね。あかん、声が出にくい。これ一人だったら絶対進めないよ。電話でも誰かと一緒でよかった。声が出にくい。この廊下結構長いな。あ、行き止まり。行き止まりっていうか、目の前に扉があって鍵がかかってるみたい。え、もうステージに？また状況説明するね。状況説明開始。目の前には扉があるんだけど、鍵がかかってて開かない。私の右横には病室があるよ。病室にはベッドがあって、洗面所があって、テレビ台もあるね。
ちょっと、今度は暗証番号とかじゃなくて鍵を差し込むタイプだよ。私の右横に病室もほこりまみれでゴミとかが散乱してる。病室にはどうしたの？シーツもぐちゃぐちゃ。ベッドの上には何もないね。ベッドの上じゃなくてベッドの下？そっか、ベッドの下は確かに見てない。ネジを緩める。
よかったよ。よかったよ。結構廊下歩いたよ。結構歩いてんだよ。あ、手術室だ。うえ。目の前に手術室があるんだけど、やっぱり入らないとダメだよね。そうだね。お化けが出るかもよ。かわいいやからな。また状況説明するね。いやからな、この中は暗くてよく見えない。真ん中には手術台があって、人形が寝かせられてる。その横には手術道具、大きな包丁とかナタとかもあるよ。あとトレーワゴンがあって、空き瓶とマッチが置いてある。あとは棚があって、棚には薬品が置いてあるよ。とにかく暗くてよく見えないの。見落としとかあるかもしれない。出口は見当たらないや。こんな感じかな。何か分かったら教えてね。
白いね。楽しそう。他は特にないかな。何か明かりがあればいいんだけど。入口近いかな。ああでもまだステージ、もうステージ4。状況説明するから聞いててね。30分いってね。ここは病院のエントランスだよ。受付があったりとか、待つための椅子がいっぱい並んでたりしてる。すごく広いけど、相変わらずゴミとかが落ちてて散らかってる。正面玄関は木のバリケードとか鎖とかで厳重に閉じられてて開きそうにもない。正面玄関の反対側に別の扉が見えているんだけど、床が抜け落ちてて行くことはできないね。あと壁に脚立が立てかけてあるんだけど、ワイヤーロックで柱とつながれてて持ち運びできないようになってる。仕方ないし、こんなところかな。以上で状況説明終わり。受付？なんか紙がある。読んでみるね。紙には患者を解放しろって書いてある。解放しろ？どこかに人が閉じ込められてるのかな。最悪。正面玄関からは絶対に出られないと思うよ。あの扉まで行けたらいいけど、床が抜け落ちてて進めないの。あと脚立はかなり長いね。2メートルくらいかな。ワイヤーロックは4桁の数字を入れるタイプ。するしかないよね。
手術室の穴から右に進んで、さっきのエントランスに出たけど、左に進んでも行き止まりみたい。そう。一度、手術室に戻ってみるね。手術室に戻ってきたよ。さっきと変わらないけど、一応状況説明するね。真ん中には手術台があって、台には人形が寝かせられてるよ。その横には手術道具、大きな包丁とか、ナタとかもある。あとは棚があって、棚には薬品が置いてあるよ。壁にはさっきのエントランスに続いている穴が開いてるよ。これでなんかエントランスに着いたよ。
かないし、どうすれば。え、戻る？わかった。そうするしかないよね。手術室に戻ってきたよ。
と思うよ。戻る？わかった。そうするしかないよね。味もんでつんだな。手術室に戻ってきたよ。真ん中、他にはないかな。真ん中には手術台があって、台には人形が寝かす。他にはないかな。それさっきも見たよ。あとエタノールの読み方は覚えたぜ。なんかな。
¡Gracias!
ど、相変わらずゴミとかが落ちてて散らかってる。すごく広いけど、相変わらずゴミとかが落ちてて、ホコリっぽいし、最悪。どうすればいいんだろう。戻っても仕方ないし、どうすれば。あと、壁に脚立が立てかけてあるんだけど、ワイヤーロックで柱と繋がれてて、持ち運びできないようになってる。他には、ないかな。説明できるのはこれだけだね。
おおおおおおおしよ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 し。さあ、この扉を開けて。ステージ5、開かない扉。なあ、それを、どうすんだ。もう、やんなる。状況説明するね。そんな。エントランスの床が抜け落ちた先にたどり着いたけど、目の前の扉も鍵がかかってる。扉の横には、暗証番号4桁を入力する機械があるよ。さらにその横には、紙が貼ってある。知っている。このゲームを始めたのだからって書いてある。これってつまり私じゃなくてあなたが答えを知ってるってことだよね。暗証番号が分かれば教えてくれる。他には何もないかな。状況説明終わり。さらに紙に書いてあることを言うね。紙には電話の相手は答えを知っている。このゲームを始めたのだからって書いてある。紙ゲームって犯人は私とあなたで遊んでるのかしら。腹立つ。これってつまり私じゃなくてあなたが答え、あなたを頼るしかないってことよね。暗証番号が分かれば教えてくれる。暗証番号開かない。ダメか。暗証番号違うみたい。暗証
よね。よし、私がひらめいてみせる。私じゃなくて、あなたにしか答えはわからないと思うの。あなたはこのゲームを始めるために最初に何をした？ああ、もう気づいたのはそれぐらい。これで答えがわかりそう？マジかよ。こういう仕掛けある？何これ？あ、しょばっかだな、おい。結構歩いたんだけど、次は何かな。すげえ仕掛けだな、本当に。あ、売店。売店？怖え。ねえ、置いてあるお菓子のほとんどが賞味期限切れてないよ。やったね。とりあえずこれを、あとでお金は必ず払います。このお菓子好きなんだよね。ボリ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 。食べる効果音を声に出してるんだって。その方が食べてる感じするでしょ。ポリポリポリパリパリパリ。ちょっと休憩させてね。もう足が痛くてさ。静かだな。ここ出口なんてあるのかな。本当ね、結構怖いし不安に感じてるんだよ。そういう風にあんまり見えないでしょ。それは多分あなたのおかげ。一人だったら絶対動けてないよ。誰かと一緒なのがこんなにも心強いなんて知らなかった。だからありがとうね。信じてくれて、ここまで一緒に進んでくれて。大丈夫だよね。私ここから出られるよね。怖くて、本当は怖くて。
る。怖いけど、頑張らなくちゃ。この先、何があるかわからないけど、最後まで電話を切らないでいてくれる？私を助けてくれる？約束する。ありがとう。本当にありがとう。なんか本当に嬉しいよ。よし、気分を変えて頑張るぞ。一つ気分転換になぞなぞを出していい？え、とつつ。じゃあ行くよ。いろいろな種類があって、時にはそれは勇気や感動を与えることもあるし、狂気になることもある。それでいて震えているものはなんだ？残念、それじゃないよ。ブッブー、違います。ブブー、もう一回考えてみて。ブブー、もう一回考えてみて。うわ、正解。答えは声でした。うわ、ヒント使います。本当にね、あなたの声に勇気をもらえてる。ありがとうね。どういたしまして。よし、じゃあ休憩はここまでにして、先に進みますか。今売店からさらに廊下を進んでいるよ。ああ、分かれ道だ。右と左に行けるんだけど、左に進んでみるね。左に行くんだ、次。んで、さらに廊下を進んでる。お、何か見えてきた。図書室に着いたよ。図書室か。状況説明するね。図書室に着いたよ。本棚がたくさん並んでる。柱に時計が取り付けられていて、5時41分で止まってる。受付には金庫が置いてあるけど、開けるには4桁の暗証番号を入力しないとダメみたい。あと受付にはメモ帳と万年筆が置いてあるよ。それと図書室の奥の壁に本棚があって、本棚と壁の隙間から少し光が漏れてる。以上で状況説明終わり。図書室の広さが、なんていうか結構広いよ。この広さをどうやって表せばいいんだろう。
紙が入ってるよ。なんだ、せっかく開けたのに紙だけか。紙にはこう書いてあるよ。少年は老人に言った。この先は修羅の道であると。だって、何これ。引いても、行くともしないね。
んだろう。その横には受付にはパイプ椅子が置いてあるよ。引いても引くともしないね。でも鍵がかかってるのにそれを解除するためのものが見当たらないってどういうことなんだろう。静まり返ってて嫌だな。でも正面押しても引いても引くともしないね。機械の階段はなんか薄気味悪い。あと機械の階段はなんか薄気味悪い。あと機械の階段はなんか薄気味悪い。その説明できるのはこれだけだね。正面には押しても引いても行くともしないね。あともうちょっとで外へ出、頑張って外へ出るよ。あとも頑張って外へ出るよ。でも鍵がかかってるのにそれを解除するためのものが見当たらないってどういうことなんだろう。
ね。時間といえば、時間を表すものが図書室にあったよね。ああ、もう、気づいたのはそれぐらい。これで答えがわかりそう？え、戻るの？戻るって言うと、さっきの図書室？わかった。図書室に戻ってきたよ。さっきと一緒だけど、一応状況説明するね。私は今、図書室にいるよ。本棚がたくさん並んでる。柱に時計が取り付けられていて、17時41分で止まってる。受付の金庫には紙が入ってて、証明は老人に言った。この先は修羅の道であると、って書いてあるよ。あと、受付にはメモ帳と万年筆が置いてあるよ。それと、図書室の奥の壁から時間外受付に行けるよ。以上、状況説明終わり。私の身長じゃ届かないね。時計は柱の上の方にあるから、私の身長じゃ届かないね。ちょっとここ肌寒いんだよね。薄暗い図書室ってちょっと怖い。本棚が廃病院になっても本はそのままなんだね。まさか漢字だったとは。本当にごめんね。あとメモ帳と万年筆に特に変わったところはないかな。あと特に変わったところはないかな。柱に時計が取り付けられる。時計は柱の上の方にあるから、私の身長じゃ届かないね。のパイプ椅子を台にして柱の時計を操作しろって。わかった。よいしょ。パイプ椅子を持ってきたよ。台にして登ってみるね。うん、柱の時計まで手が届いた。でもこの時計をどう操作すればいいの？時計の針を触って時間を進めたり遅らせたりできそうだけど。え、なんか時間外受付の方でカチッと音がしたよ。もしかして時間外受付の方に行ってみるね。難しくなってねえか。猫は迷子になっちゃうかもしれない。ねえ、近
階の階段を降りて猫を探しに行こうと思うんだけど。猫なんかほっておいてはかわいそうだから。うん、怖いけど猫が心配だし、ちょっと見に行くだけ。じゃあ階段を降りてみるね。え？いや、来ないで！嘘！わかんないよ、ちょっと。森です。どうでしょうか？お困りですか？は？森です。お困りですか？どうでしょうか？わかりました。
ち、お前はこの建物から脱出しろ。だから敵とラブアマンドに電話をかけたの。そしたら彼女に繋がった。今私は小さな部屋の中にいるの。本当あなたと電話できてよかった。助かった、ありがとう。森です。これメモだな。
森です。お困りですか？どうでしょうか？わかりました。お前はこの建物から脱出しろ。だから適当な電話番号に電話をかけたの。そしたら彼女に繋がった。今私は小さな部屋の中にいるの。本当あなたと電話できてよかった。助かった。ありがとう。
用はないの？ちくしょう。森です。お困りですか？どうでしょうか？わかりました。お困りですか？どうでしょうか？わかりました。
ゲームオーバー繰り返すんやろ。確実に言うと。お困りですか？どうでしょうか？ 2 番、3番、6番。わかりました。があるの。迷惑迷惑
には受付窓口があるよ。あともうちょっとで外へ出られるのかな。時間外受付は19時以降なんだって。鍵はかかってるのにそれを解除するためのものが見当たらないってどういうことなんだろう。地下への階段はなんか薄気味悪い。時間外受付ステージ。目的地に到着しました。お困りですか？森です。森です。お困りですか？今私は小さな部屋の中にいるの。それで目の前に扉があるんだけど開かないの。開いた、すごい。なんでわかったの？廊下が右と左に続いてる。とりあえず右へ進んでみるね。やっぱり入らないとダメだよね。中は暗くてよく見えない。真ん中には手術台があって人形が寝かせられてる。その横には手術道具、大きな包丁とかナタとかもあるよ。あ、壁に大きな穴が開いてる。この穴から先へ進めそう。
ナミです。なんで？目的地に到着しました。お困りですか？森です。森です。お困りですか？マジでわかんねえな。
困りですか？今私はチッドクター。わかりました。森です。ステージ11、接触。誰？なんでって思ったでしょう。なんで？なんで？あなたはルールを破った。ルールそのまま。電話をかけた相手は、お前の声を聞いて判断し、手助けをする。声を聞いて判断しろというルールだったのに。声ではなく、私の姿を見て、あの子だと判断してしまった。残念ね。さようなら。あなたはルールを破った。ルールそのまま。電話をかけた相手は、お前の声を聞いて判断し、手助けをする。声を聞いて判断しろというルールだったのに。声ではなく、私の姿を見て、あの子だと判断してしまった。残念ね。さようなら。理不尽だー。
か疑ったね。声を聞いてわかるでしょ。私はあなたが電話をしていた相手ではない。え、正解。よく疑ったね。よく気づいたね。ごめん、分かんなかった。これでゲームは終わり。はぁ、終わっちゃったか。あの子はどこだった？あの子のことを心配するよりも自分の心配にした方がいいんじゃない？どういうことだよ。それじゃあね。どういうことだ。ペンキWe'll be right back.
で。右だよ、右だよ、左に行って、右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 
わかんない。なんかランダムになってんのは気のせいかい。
メモったからこの通りに行きかな。左下に行って。
病院だ。なんか可愛いのは分かる。あ、目が覚めた。よかった。あの後警察に保護されて病院に担ぎ込まれたんだよ。あなた何時間も眠りっぱなしだったんだから。大丈夫？痛いとことかない？なるよ。黙って人の顔をじろじろ見て。ちょっと、やめてよ！恥ずかしいでしょ！とにかく、目が覚めてよかった。それじゃ。私の携帯電話からかけてみた。なんか直接喋るの恥ずかしかったから。うるさいわね。いいじゃない、電話で。とにかくちゃんとお礼が言いたかったのよ。電話を切らないでいてくれて、私を助けてくれて、本当にありがとね。多分私が今ここで無事に立っているのはあなたのおかげ。ありがとう。なんか久しぶりに電話した感じするよね。ついにさっきのことなのにさ。いいしさ。私も電話するかもだし。班長、なんで笑う？笑うな！ちょっとか。次はどんなゲームにしようかな。楽しみ。おお、グッドエンドや。
わ、グッドエンド一発目？え？さらに上あるの？まあ、終わりです。